継続は力なりだ。日々の訓練を怠るわけにはいかない。準備 OK。 ではリハビリ訓練はここまで。皆さんお疲れ様でした。かたじけない。アドミン殿にも感謝申し上げる。お姉さんと飲んだらもっと元気になると思うんだけどな。ねえアドミン君、どうかしら。あらあら、じゃあ今度は楽しみにしてるわね。お姉さんと約束よ。の方はテストしなくて良いのですか。心理を使う必要はない。この訓練の主目的はお前と国の男たちの体調を確認することだからな。それでしたら心配いりません。僭越ながら師匠、拙者あの一撃を再び目にしたく、真理を振るう師匠と手合わせ願います。あの時はゆっくり目に焼き付けられませんでしたが、オロチアを打ち果たす師匠の強さ改めて拝見したいのです。そして師匠に一歩でも近づきたいのです。どうかしましたか、スクヨミ。真理の力は凶暴すぎる。故に私はまだ使いこなせているとは言えない。訓練中に使うとなると思わぬ被害が生じかねないのだ。無理はいたしませぬゆえ、師匠何とぞ。無前坊の頼みですし、どうでしょう。あなたはチームナギの隊長であり、エーテルゲイザー切っての精鋭です。私も調子や実力を正確に把握しておきたいので助かります。安全のことでしたら心配いりません。誰も傷つかないように私が見ておきますので。わかった。これが真理。いざ尋常に参ります。師匠、アクセスキーを使って立ち会うからにはただの稽古では終わらせられぬ。つまり手加減はできない。すまないが、そこは理解してくれ。かかってくるがよい。無前坊。
強い。これは剣技の差ではない。ルゼンボ、ここまでにしよう。ショー、いつもおっしゃっているではありませんか。剣士として実力差をアクセスキーのせいにするのは甘えであり、修行不足だと。お願いします。師匠の本気を拙者に見せてください。無線棒を傷つけたくないのだと思いますが、確かに動きに積極性が感じられませんね。技を未だ繰り出していないのも気になります。無線棒は決して弱いわけではありません。あの程度の攻撃なら難なくさばけるはずです。つくよみは彼女を試しているのかもしれません。アクセスキーを強制解除したのですか。心力反転の負荷は生半可なものではありませんよ。理解している。案ずるな。この程度2日もあればよくなる。師匠。ブゼンボ、大事ないか。私が無理を言ってしまったせいで。案ずるな。これはひとえに真理を制御できなかった私の不覚。お前に非はない。しかしアクセスキーの力で戦っただけで何一つお前のためになるものは見せられなかったな。面目ない。そんなことありません。師匠、きっと今日は調子が良くなかっただけです。これからもご指導ご鞭撻お願いいたします。アドミン殿か。奇遇だな。ああ、楽にしてくれ。ここまで足を運んだということは何かあったのか。私にできることであれば何でも。
邪魔なんかじゃない。むしろ私の方から尋ねるべきだった。笹波での礼をまだしていなかったからな。そうだな、オロチに仲間を傷つける隙を与えてアドミン殿をも危険にさらした。全部私の失態だ。礼をしたいのは無前坊のことだ。あの時のアドミン殿の言葉は正しかった。もし無前坊を犠牲にしていたら私は一生後悔していただろう。己の剣で弟子や仲間を守れたのは行幸だった。罪の意識に苛まれることなく今を生きていけるのはアドミン殿のおかげだ。私は剣の道しか知らぬ一介の剣客だ。アドミン殿のような強い意志も判断力も持ち合わせていない。もし私がアドミン殿の立場だったら、あれほどうまくは対処できなかったろう。己を過小評価するのは良くないぞ。真理のことだな。ありがたい。だが実は私にも原因がわからないんだ。そういうわけではない。アドミン殿、思い出してほしい。あの戦い、貴殿も目にしていたはずだ。あの時の私は真理を握るだけで精一杯だった。刀を3本とも落としてしまい、無前坊のものを借りて真理の力でなんとかとどめを刺せたのだ。怪我のせいもあろうが、本能のままがむしゃらに真理を振り回しただけなんだ。とても使いこなせていたなんて言えない。そうではない。私が手にする前にヌアダが調整をしていたからな。そういえば真理を渡された時
か寝ていないと言っていたな。ああ、そうだな。では明日、ヌアダに会いに行くことにしよう。アドミンさん、確かに僕はあれこれ改造はしちゃいますよ。それにいつも成功しているとは言えないですけど、でもアクセスキーの調整で手を抜くなんて絶対しませんよ。命に関わることなんですから。心理に異常がなければ使いこなせないのは私の力不足だとはっきりする。白黒つけるために私からも頼む。それ冗談でしょ。スクヨミさんが使いこなせないなんて、そんなこと。真理は月読みさんのアクセスキーということで間違いないですよね。ああ、しかし腕が未熟であればアクセスキーの制御に支障が出ることもあろう。未熟だなんて、そんな。月読みさんは僕が出会った中で一番優れた剣士ですよ。一番などということは断じて。まったく、相変わらず謙虚というか、なんというか。僕はエーテルゲイザーの社員じゃないですけど、スクヨミさんのことはいい話しか聞きませんよ。集中力、安定感、冷静さ、それにいつでも問題解決の糸口を見出す知恵があり、ふさわしい実力も備える。故にスクヨミと共にいると安心できる。やめてくれ。皆が私を過大評価しているだけだ。そんなことないですよ。誰もが口を揃えてそう言ってるんですから。この件も能力の問題じゃないと思います。とりあえず真理は預かりますね。もう一度調整してみます。でも期待しすぎないでください。前回普通のやり方は思いつく限り全て試しているので。ええ、だから今回は少し特殊なやり方をしてみます。それで心理が安定化するか試してみようかと。多少時間はかかりますが、まあお任せください。ヌアダとは長い付き合いだ。作望も調整してくれたからな。信頼しているよ。稽古をするつもりだ。可能な限り鍛錬を積んで調子を取り戻したい。もう一日休んだんだ。稽古を再開しても問題ないはずだが。
私の報告書をなぜ。お気遣い痛み入る。しかし、剣の道を歩む者として一日たりとも精進を怠ることは許されない。つまり、武前坊と鍛錬するのが良いということか。だが、彼女は任務に出ているぞ。アドミン殿、貴殿は本当におかしな方だ。本来弟子を取るのには厳格なしきたりがあるんだが、アドミン殿は特例として認めよう。教えるのは刀の使い方や護身術程度だが、それでいいか。そうだな。しかし、初心者がいきなり刀を握るのもあまり良くない。アドミン殿、囲碁はわかるか？わかるなら、うまい下手は二の次だ。囲碁はさほど難しいものじゃない。基本ができていればすぐ上達するだろう。まだ中盤だ。挽回の機会はあるぞ。義道も剣の道に近しいところがある。同性混じり合い、攻守が激しく入れ替わるところだ。故に対局を見据え、露呈する盤面で勝機を見極める力が必要になる。囲碁も剣も定石がある。が、それにこだわりすぎるのも良くない。しかし、碁石の動きを全て制することができれば、おのずと剣の制し方も分かってくる。理解できるか？そうか。すまない。
武前坊以外に弟子を持ったことがなくてな。彼女と同じ指導をしたのは良くなかったかもしれない。武前坊は代々剣客を輩出する家の出身だからな。心の修養は私よりできていたし、剣の理解も私より深かった。この程度のことなら分かっているだろう。ああ、雑念を捨て平常心を保ち、いかなる時も動じない。剣客として最も大事なことだ。この点において武前坊は私より優れている。彼女を弟子にしたのも過去にとらわれないでほしいと思ったからだ。武前坊に足りないのは経験だけ。故にいずれは私を上回る使い手になるだろう。ああ、武前坊は己の長所を理解できていない。だから私に依存しすぎる心配があった。その責任の重さから私は逃げようとしてしまったわけだが、武前坊と向き合うといつも師としての未熟さを思い知らされる。小手先の剣技以外私にはもう彼女に教えられることはない。このまま彼女の師であっていいのか、彼女が私の弟子に甘んじていていいのか、だんだんわからなくなってきた。国の男たちもそうだ。形の上で私がチームナギの隊長を務めてはいるが、本当に彼女を導けているのだろうか。すまない、私の話ばかりしてしまったな。宮蛇家の戦いで武前坊にかけた言葉、貴殿も聞いていただろう。特別隠す必要はない。勝敗が決するまで降参は認めないぞ。アドミン殿が何かを理解できたのなら、この対局にも意味があるというものだ。剣術を学びたかったのではなかったか？アドミン殿、嘘はよくないぞ。私は何も教えていない。そうは言っても、これだけで何かを学べているとは。Thank you.
私に連絡は来ていないが、出動要請か。指揮に関することで役に立てるとは思わないが、人手が必要な任務であれば力になれると思う。なんだと？チームナギの任務なら、なぜ私に連絡がなかったんだ？私もすぐ出る。そういう問題ではない。私は隊長だ。故にチームナギのどんな任務にも参加しなくてはいけない。今ならまだ間に合うだろう。承知した。全て私の義務だから。チームナギ、すでに配置完了しています。通信をつなぎます。いいのか？あら、アドミン君、思ったより早かったわね。微弱なビスベイン反応が検出されている。しかし未だ痕跡を発見できていない。森の外縁部にいるから中の状況がわからないのよね。アドミン君、入っちゃってもいいかしら？そういえばアドミ君、今回の任務隊長は知ってるのかしら？勝手に休暇申請を出しちゃったから、バレたらきっと怒るだろうなって思ったの。それはねえ、ブゼンボーちゃん、今朝師匠が出かけるのを見て、
日課の朝練より大事な用事とお見受けし、邪魔するのは野暮に思えたゆえ、もし師匠がお戻りになって拙者たちの不在を不審に感じていらしたら、アドミン殿、弁明しておいてくだされ。アドミン殿、もしや師匠の行方をご存知なのか。真理の、そうか、昨日のあれはアクセスキーの不調が原因だったのだな。ああ、アクセスキーの問題なら深刻に考える必要はなさそうだ。しかしアドミン殿は把握していたというのに、弟子の拙者が気づけなかったとは。程度のことで師匠の役に立ててなどは。お話し中ごめんなさい。この先に何かあるみたいよ。阻まれ確認できそうにない。何か来るわ。これは助けに行く。ビスベイン、討伐完了。二人ともよくできました。もう一巡偵察して問題なければ帰還してください。そうね、服が少し破けちゃったわ。アドミン君、チェックしてもらえるかしら。その作戦中にそういう話は。拙者は大事ない。ふむ、せっかく隊長がいないのに。無線坊ちゃんたらお堅いんだから。アドミン殿、私はこの辺りで。今師匠の声が聞こえたような。そこまで師匠に依存しているつもりはないのだが。集中していたゆえ思考を巡らせる余裕もなかったが、確かにアドミン殿の言う通りだ。師匠はいつも最も負担のかかる役目を引き受け、強敵が現れれば拙者たちの前に立って守ってくれる。
もし師匠がここにいたら、敵が先手を打ってくる前に気づいていただろう。この話、隊長が聞いたら、きっとそれが隊長の義務だとか言うんでしょうね。そうね、隊長がいれば安心できたと思うわ。恩返しに活躍しようとしてもそれを許さないくらい強い人だから。でも隊長に私たちを守っているなんて感覚はないのかもしれないわ。というより自分に没頭しすぎているからかしら。アドミン君も隊長の戦っている姿を見てるでしょ。抜刀したらもうその瞬間からこの世には自分と刀とあとは倒すべき敵しか見えていないって感じじゃない。初めて見た時は怖く感じちゃうほどだったわ。急に知らない人になったみたいだった。そうだな、師匠との初稽古の時は拙者もそう感じた。唯我の極み、無念無双、おそらくそれが今の拙者には届かない師匠の立つ境地。そんなに大層なものかしら。国の床たちは流派が異なるゆえ分からぬのも当然だ。何かを学ぶことは必ずしも必要ではない。拙者も座学を教わるだけのために師と仰いでいるわけではない。技を学ぶよりも対局や稽古を日々重ね、共に旅や任務に赴き師匠と過ごす時間が拙者には何より得るものがあり有意義なのだ。師匠のそばにいると高い集中力や落ち着き、自信や強さ、それらを一挙手一投足に感じることができて、拙者にはそれが進むべき道を示してくれているように思えるのだ。あらあら、武善坊ちゃん顔が赤いわよ。そんなことは。デタラメを言うんじゃない。まあまあ落ち着いて。私は武善坊ちゃんほど隊長との付き合いは長くないけど気持ちは一緒よ。霜の花のように凛として光る月のように高潔なありのままの隊長の姿が何より私たちに畏敬の念を抱かせ道しるべになってくれているの。アドミン君もきっとそう思うようになるから今の話よく覚えとくのよ。それとそれと、うん、偵察完了、異常なしね。それじゃ。アドミンさん、それにつく読みもお疲れ様でした。任務は無事終了しましたので、あとはごゆっくりと。
アドミンとの気を使わせてしまったな。しかし、アドミン殿がこのようなチョコ材な手を使うとはな。アドミン殿、都合が悪かったか。ならまた後ほど。今夜、アドミン殿がヌアダの工房に行くと聞いた。同行してもいいだろうか。いや、真理を預けて5日も経つが、まだ消息がないものだからな。そんなことがあれば、私が感知できるはずだ。単に調整が難航しているのだろう。真理を私の力で制御したい。可能なら調整で出力に制限を加えてほしくない。まだ試したわけではないが、なんとなくつかめた気がするんだ。真理と己の御仕方というものが。ついにこの日が来てしまいましたか。お二人は真理を受け取りに来たんですよね。その真理は非常に強力なアクセスキーです。強大な力は本当に恐るべきものですよ。強大な力を抑制するとなると限度というものがありまして、やりすぎると強い反発が生じてしまいます。そうではありません。ここでしばらく待っていてください。今真理を持ってきます。想定内のことだからな、特に心配もない。
率直に言います。月読さん、初めて真理を渡した時、試しに刀を抜いた際のことを覚えていますか？これは悪いニュースともいいニュースとも言い難いのですが、真理にかけていたリミッターを完全に解除しました。なのであの時以上の威力が出ます。当然制御も難しくなります。リミッターの復元を試してはいますが、元の状態に戻すにはあと2日ほど必要です。僕の見解を言わせてもらえば、今の真理は使わない方が安全です。リミッターが解除されたと？それは好都合だ。感謝するぞ。ちょっと待ってください。ダメですよ、鞘に収めるのに僕がどれだけ苦労したことか。いくらなんでも今の真理は危険すぎます。このまま持ち帰って万一のことがあったらどうするつもりなんですか？心配いらない、今の私なら使いこなせる自信がある。もし証明する必要があるならば。わかりました、刀を試すならせめて場所を変えましょう。僕の工房は年代物なんですから、下手したら崩れちゃいます。あ、こちらにどうぞ。試験場がありますので。ええ、そうです、よく再現できているでしょ。こんな場所があるとはな。まあ仕方ないですよ、うちには表に出せないような物がたくさんありますから、試しに使う場所が必要なんです。ここなら頑丈に作っていますから、思う存分真理を試してください。これは一体？心力の波動すら感じられませんが。ええ、そんなはずはありえません。安心するがいい、心理の機能は正常だ。ヌアだ、礼を言うぞ。備品を壊してしまったな、すまない。いいんですよ、こんなもの、ただの交番ですから。まだ帰らないでください、少々お待ちを。
アドミン殿の助言のおかげだ。雑念を捨て、平常心を保ち、いかなる時も動じない。私は剣の道の基本すらできていなかったのだ。強い刀ほどそれにふさわしい強靭な精神力を求める。心理を制御できなかったのは雑念を捨てきれなかったからだ。それは弟子ゆえに抱く師匠への誤解だろう。私には崇高な理想がなかった。エーテルゲイザーに加入したこともビスベインと戦うことも己の目的のためだった。しかしササナミから帰った後、私は皆のため何かをなさねばと考え始めた。師匠として隊長として己の剣にもっと責任を持ちたい。利己的に生きてきた私にとってこれは許されざる雑念だったのだ。私は剣の道しか知らぬ一介の剣客だ。身勝手な私には他人のために剣を振るうなどできるはずもなかったのだ。こんな私でも皆が信じてくれるというのなら、見返りに自らの果たすべき役割を全力で果たすのみ。あれ、アドミン殿と師匠は何を話しているのですか？師匠がアドミン殿と夜中に外出したと聞き及び、その何かあったらいけないと思い探していたのだ。そのですね、つくよみさんにテストしてほしい兵器があったのですが、ブゼンボウさんに壊されてしまいまして。そうですね。ああ、ブゼンボウさん、つくよみさんと手合わせしたいならここでやってくださいね。これ以上は何も壊さないよう気をつけていただけると。手合わせと？はい、師匠が心理を制御できたと伺ったので、ぜひ先日の続きをと。こたびもぜひ手加減無用でお願いいたします。受け止めきれる自信はあるか？ええ、これまでの教えに恥じぬものをお見せします。
ああ、まだ勝負がついていない対局だ。最後まで指さないとお互い納得できないだろう。アドミン殿が負けを認めるのなら、初めから再戦しても構わない。あれは剣の掟だ。剣の道と同じく、くじけてもひるんではいけない。それを教えたかったのだ。しかし、今日のアドミン殿は剣を学びに来たわけではない。故に、降参してもいい。白が40目ほどリードしている。逆転の目はまずないだろうな。再戦にするか。なるほど、立派な心構えだ。簡単に捉えられない情報を認識できるところはアドミン殿の長所だ。この数日、本当にその力の世話になった。そんなことはない。ただ人を探しているだけなんだ。だいぶ前から情報課に調査を依頼しているんだが、ここ数年は全く進捗がなくてな。ああ、諦められるはずがない。それは面倒なことになる予感があるな。だが
その前にアドミン殿も、もっと精進する必要がありそうだ。ああ、喜んで。